ラジョも虹学も羨ましいよ。そう？確かに秋葉には海はないけど、たくさんいいところがあると思うな。イエース！歴史ある神社があって、ポップカルチャーも集まる素敵な街じゃない。でも海はないよ。ほのかちゃん、そんなに音泣坂の近くに海が欲しかったの？そんなに海が欲しいなら、このマリーに任せて。え、本当？音泣き坂の校庭に音泣きビーチを作っちゃいましょうよ。工事はマリーにお任せです。マリーちゃん、本当にそんなことできるの？イエース！ほのかがこれだけ本気なんだもの、私だって一肌脱ぎます。確かに、ほのかちゃんとマリさんのパワーがあれば、音の木坂に海だって作れちゃうかも。確かに、音の木坂から、ううん、秋葉からなくしたいものなんて何もないよ。みんな、ずるいなんて言ってごめんなさい。海が欲しいって思ってたけど、音の木坂が変わっちゃうのは嫌だよ。音の木坂に海はいらない。それぞれの場所にそれぞれの良さがあるんだよね。いい考えね。ビーチ計画は残念だけど、マリーも今の音の木坂が好きよ。宇宙浦もお台場も素敵なところだけど、私にとっては秋葉が大事なところだから。ないものを手に入れようとするより、持っているものをもっと大事にしなくちゃ。私も秋葉って都会で羨ましいなって思うけど、やっぱり宇宙浦が大好きだもん。お互いに憧れるところはあるけど、やっぱり地元愛よね。地元愛。マリーも宇宙浦の素晴らしさをもっとたくさんの人に知ってほしいもの。私たちの地元への愛は何かの形で表現できたらいいのかもしれないね。何かの形、表現か。そうだね、みんな、地元への愛をいっぱい込めたスタンプラリーをやってみない？スタンプラリー？